したの、イカ姉ちゃん。私は不思議なのでゲソ、タケル。人間は浜辺を埋め尽くすほどいるというのに、私を支配者として崇め奉る者が一人もいないのはなぜでゲソ？なんでお前を崇め奉らなきゃいけないんだ、イカ娘。は、エイコ姉ちゃん。私は人類にその悪行を知らしめ、海を守る海の守護神でゲソ。恐れいるのが当然じゃないか。海を守る海の守護神ってかぶってるだろ。まあそれはともかく、恐れいるってのは無理だな。なぜでゲソ？お前ってやつはほんと自分が見えてないよな。はあ、いいか、侵略だの征服だの言ってるけどな、お前がこれまでやってきたこと、今やってることはなんだ？海の家レモンを拠点に領土を広げているじゃないか。広げてねっつの、つかうちも拠点じゃねっつの。そうだったのでゲソか。確か私は洗脳されやすい子供を最初に狙ったはずでゲソ。子供というのは快楽と刺激に弱い生き物でゲソ。私が直接彼らと接触、いかに私が素晴らしい能力と類いまれなる才能を持つ存在かを知れば、立ちどころに従うはずでゲソ。そして彼らを私の親衛隊にすべくエリート教育、完璧な計画じゃないか。つまりそれってイカ姉ちゃんがタケルたちのおもちゃになってるってことだろ。ゲソ！違うよ、イカ姉ちゃんと遊んでるんだよ。ゲソ！お前たちのあれはイカ娘で遊んでるだ。おかげで店の方が回らなくなることもあったんだぞ。ゲソ、そうだったのでゲソか。つか気づいてなかったのかよ。そもそも遊ぶと遊ばれるも大違いだぞ。気を取り直すでゲソ。取り直すのかよ。つか立ち直り早いな。支配者には反省という言葉はあっても後悔という言葉はないでゲソ。そういえば私にはイカスミという武器があったでゲソ。超インとせばまず胃袋をつかめということわざもあるじゃないか。なんか2つ混じってないか。私が丁寧に体内で熟成させたイカスミを食すれば、その味に人間どもはひれ伏すでゲソ。大人気だものね、イカ娘ちゃんのイカスミパスタ。あ、姉貴。おかげさまで今じゃうちの看板メニューよ。エコ、聞いたでゲソか。千鶴の言葉通り、私のイカスミパスタがこの店を支えていると言っても過言ではないでゲソ。いや、過言だろうよ。だからね、イカ娘ちゃん、お願いがあるの。なんでゲソか。イカスミ、今日中に瓶2本分お願いできるかしら。週末だし、また注文が増えそうなのよね。に、2本分でゲソか。姉貴、瓶2本って多すぎだろ。あら、そう？わかったわ。そうよね、イカ娘ちゃんにとっては大変よね。残念だわ。あ、でも気にしないでね、無理なものは仕方ないわよね。